試合後を流れるパリ・サンジェルマンのマルキーニョス、左、トラビオ、ロイター、欧州 CL、パリ・サンジェルマン1から 2R マドリード、決勝トーナ、ケント1回戦、6日、パリ・ネイマールを負傷で欠いたパリ・サンジェルマンは、後半6分、レアル・マドリードの FW ・ロナウドに先制ゴールを許す。後半26分に FW カバーニが同点ゴールを決めたが同36分 R マドリーと FW カゼミーロに勝ち越し弾を決められ追いつけず 1-2 で敗れた。